どうも小走です。今日はですね、ずっと紹介してみたいなって思ってたんですけど、結構紅茶が好きなんですよ。だからおすすめの紅茶をご紹介したいと思います。で、紹介したいのが4つあるんですけど、まず多分これは結構皆さん見たことあると思うんですけど、こちらのクスミティです。これがフランスの紅茶になります。この赤いパッケージがストロベリーグリーンティーって言って、いちごの紅茶になります。で、2つタイプがあって、ちゃんとティーパックになってるやつもあるんですけど、これはもう茶葉です。で、今回このポットとコップを用意したのですごい顔がで、これで飲んでいきたいと思います。茶葉がこういう感じの色で、緑ですね。で、おなじみのこのメイキーカラーのポットで注いでいきます。こわ、とりあえず一人なのでこのぐらい入れました。で、5分ほど蒸らします。はい、じゃあ注いでいきます。こんな感じの、なんだろう、緑茶みたいな色の紅茶です。匂いがちょっと酸っぱい感じの、いやー美味しい。なんかもうリラックスできる、眠くなる、香りが強すぎることもなく、そのまま飲んでも美味しい紅茶です。結構味は緑茶に近いのかな、緑茶にストロベリーフレーバーって感じなので、お茶を好きな方でもよかったら飲んでみてください。はい、次紹介するのは、結構私なんかお花の香りとかローズ系のものがすごい好きなんですよ。で、これはお花の香りなんですけど、こちらのチェルシーフラワーです。よく出たイタリアンのお店に置いてあって、そこでよく飲んでたものです。こちらがこういうティーパックになってるので、コップにそのまま入れてお湯入れていきます。で、また待ちますと思った以上に時間が経っちゃってたんですけど、ちょっと下の方に今溜まっちゃってるんですけど、こんな感じの色です。もうちょっと薄いはずなんですけど、こんな感じです。で、私のおすすめがチェルシーフラワーは上白糖とかをおすすめします。全然グラニュー糖でも美味しいです。はい、次紹介するのが、これもそのよく行くイタリアンで一度だけ飲んだことがあるんですけど、もう本当に美味しすぎて忘れられなくて、やっと最近見つけたものになります。こちらのウィッタードイングリッシュローズです。で、これが本当に美味しいです。こちらがですね、飲む時にすごいいいなと思ったエピソードがあるんですけど、まずこの紅茶が中国茶をベースに作っていて、そのイングリッシュローズっていうのがイギリスのバラの象徴的な名前なんですけど、あのダイアナ妃っているじゃないですか。そのダイアナ妃がとても好きだったバラがイングリッシュローズらしく、で、このイングリッシュローズがそのダイアナ妃をイメージしてブレンドされた紅茶らしいです。好きだったイングリッシュローズと中国茶をブレンドしたみたいな話をそのお店で聞いて、すごい素敵だなと思って、で、飲んでみてもすっごく美味しくて、ずっとまた飲みたいなと思ってた紅茶になります。で、これが紅茶の中で多分その話とか含めて一番好きな紅茶です。で、こちらもティーパックなので、このままグラスに入れてお湯を入れていきます。入れるとこんな感じの色になります。で、またもうちょっと薄いはずです。もうほんと香りも良くて、すごい上品な香りがします。なんか中国茶をベースにしてるから、やっぱり他の紅茶とはちょっと違くて、紅茶自体はさっぱりした味なんですけど、イングリッシュローズがすごい香りのいいお花なんですよ。イングリッシュローズの紅茶自体にちょっと甘みがあるので、そのまま飲んでも少し甘く感じると思います。で、おすすめの飲み方が、この蜂蜜を入れるのをすごいおすすめします。まあ紅茶のコップ1杯につきスプーン1杯ぐらいがおすすめです。なんか蜂蜜を入れると一気に
マイルドな味になって渋みとかなくなるのでとてもおすすめの飲み方です。で、次の紅茶で最後になります。前フランスに行ったことがあって、でルーブル美術館に行ったんですよ。でそのルーブル美術館の何階だったかどこだったかもわかんないんですけど、適当に歩いてたらすごい人気のほとんどない場所にマリー・アントワネットのショップがあって、そこに売ってたマリー・アントワネットの紅茶になります。でそれがこちらのザ・マリー・アントワネット・ミナズっていうの、まあ、とりあえずフランスの紅茶なんですけど、これがその箱自体も可愛いし缶もすごい可愛くて、マリー・アントワネットの M かな、多分 M が書いてあります。オリジナルマリー・アントワネットティーベルサイユ王の菜園で栽培されたリンゴとバラのフレーバーティーですということです。そう、これも本当に好きで、これが多分2番目に好きです。とにかく香りが良くて、この香水があるなら欲しいぐらい好きな香りです。でこちらが茶葉になってるのでティーポットで入れていきます。また一人で飲むのでこのぐらい入れます。で今度はティーポットなので5分ほど待ちます。はい、5分ほど経ったのでコップに入れます。でちょっと茶葉が入ってしまったんですけど、こんな感じの、何色だろう、べっこう飴みたいな色の紅茶になります。これはティーポットで入れるのをおすすめします。で飲んでいきます。美味しい。でこれも蜂蜜入れるのすごいおすすめで、蜂蜜をまたちょっとこれ少ないので少なめに入れたんですけど、ティーカップにティースプーン1杯ほどの蜂蜜を入れるのをおすすめします。とても飲みやすくなります。本当に個人的なおすすめの紹介になったので、ひたすら喋るだけな感じがあったんですけど、こんな感じでこの2つがとにかくおすすめなのでネットで買えるので買ってみてください。はい、では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。